はい、皆さんこんにちは、ケントです。栄養指導に特化したトレーニング指導、ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。ということで今日もですね、皆さんのご質問にお答えしていきながら栄養学ロジックに基づいた解説っていうのをしていきたいなというふうに思います。今日解説していく質問、こちらになります。コンテスト前に水抜きをしたり一時的にむくみを取ったりするために有効な栄養素はありますか、というご質問ですね。ありがとうございます。確かにね、コンテストを近づいてきて皮下水分を落としたいとか、顔のむくみとかは僕もよく気になるわけなんですけれども、何かお仕事で撮影があったりして、できれば一時的にこのむくみを解消したい、改善したい、デートなんかに行く前にね、少しでもこうシュッとしておきたいなっていう方もいらっしゃると思います。今日はこの点について解説ができればいいかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は冒頭にもお伝えした通り、コンテスターやその他いろんな目的でね、むくみを解消できる栄養素って何があるんですか、というお話ですよね。で、結論から言うと、特定の栄養素、何かこれを取ったからといって長期間今の皮下水分量が劇的に少なくなるようなものあるかっていうと、これは基本的にないんですよね。普段の糖質摂取量を見直していったりとか、あとは飲むアルコールの摂取量を調整したり、ミネラルバランスが崩れているのであれば、それを保つことによって少しずつ生活習慣を変えていき、長期的な改善っていうのが見られていくわけなので、何か一つこれさえ取れば水が抜けていくみたいなものっていうのはないんですけれども、ただですね、特定の栄養素もしくは複数の栄養素を取ることによって一時的であれば、生理学的な反応によって水分を体の外に排出させやすくなるといったものはあります。今日はその点について解説をしていきますので、あくまで根本的な解決というよりは一時的な解決ということを忘れずに、前提条件としてこの先の動画を見ていただけたら嬉しいです。水分を外に排出する、浸透圧を調整したりだとか、尿から水分を外に排出するっていうことを考えると、例えばカフェインとかカリウムとかビタミン B6 とか、いろんなものがいろんな生理作用によって水分を外に排出する効果を持っているわけなんですけれども、今日皆さんにねご紹介しようと思うのが、一つウォーターアウトというサプリメントスタックになります。これはですね、トレーニング中のパフォーマンスを上げるため、交感神経を上げるためのプレワークアウトっていうスタック型のサプリメントだったりとか、脂肪燃焼系のものを集めたファットバーナーみたいに、ある目的のために複数のサプリメントをスタックしたよっていうものになります。なのでウォーターアウトっていう成分があるのではなくて、ウォーターアウトっていうのは水を外に排出するための栄養素っていうのをまとめたスタック型のサプリメントっていう風にご理解ください。プレワークアウトやファットバーナーと違ってね、ウォーターアウト系のサプリって馴染みないと思うんですけれども、いくつかのメーカーであります。一番ねオーソドックスだなと思うのがナンフーズのウォーターアウトです。これが1日2錠飲むものが100粒入っていて、50日分ですかね、約1000円で販売されております。これの介護感として少々の栄養素の分量が少なくなったものっていうのは、ナトロールなんかで売ってる740円なんかのものもあります。なので今日は代表的なウォーターアウトの一つであるナウフーズが発売しているものについて、具体的に中身何入ってるのっていう話をしていこうと思います。では早速内容量を見ていきたいと思うんですけれども、ビタミン B6、 これが 25mg 入ってます。そしてカリウム 99mg、 あとはアルブチンが含まれるリーフエキス、タンポポであったりとか、ジュニパーベリー含む諸々のね、いわゆる利尿作用を含んでるよっていうものが大体入ってるというスタック型のサプリです。上の方から見ていくと、ビタミン B6 っていうとね、利尿作用には馴染みがないっていう理解されている方も多いですが、ビタミン B 群の中では最もね、これが利尿作用に働くものの一つなんですよね。そしてカリウム、カリウムもね、利尿作用を含む栄養素としてはかなり浸透しているものなんじゃないでしょうか。通常人間の体にはね、約 200g のカリウムが貯蔵されているっていうふうに言われていて、その量に対してね、ここに入っているカリウム量っていうのは 99mg ですので、ほぼほぼね、大した量ではないんですよね、端的に言うと。正直カリウム単体のサプリから水分量を減らすために取られる方も多いとは思うんですけれども、 2000ml とか 3000ml、 場合によっては 6000ml とかね、大会前に取られる人、僕の知人でもいるんですけど、結構ね、高カリウム血症っていう悪い症状ですね、めまいを感じたりだとか吐き気を感じたりとか、場合によってはね、感覚が麻痺ってしまうような、そういった症状っていうのもなきにしもあらずということで、ここに含まれている量であれば間違いなくそういった高カリウム血症の症状っていうのは起きないでしょう、というような量になってます。日本人のね、食事摂取基準、厚生労働省が発表しているものによると、男性で1日の推奨量ですね、これくらい取ってくださいよっていう量がカリウムであれば 2500mg ですので、その割合から考えると、ね、25分の1程度なんですね。なのでこれだけ取ったからといってカリウムの働きで顕著に利尿作用増えるのかっていうと、そういうわけではないと思うんですけれども、普段ね、食事なんかから取れていない人はこういった形で取るっていうのも一つありなのかなというところです。そしてね、このカリウムっていうのはもう知ってる方たくさんいらっしゃると思いますけれども、小腸から吸収されていって、最終的には腎臓から排出されていくと、この腎臓でカリウムの再吸収が起こってループしていくっていうような形があるんですけれども、体内の中ではナトリウムとこのカリウムですね、細胞内液に含まれるのがカリウム、細胞外液に含まれるのがナトリウムなんですけど、この2つがバランスを取ることによって
浸透圧っていうのを調整して細胞内の水分と細胞外の水分を一定のバランスに保つと。細胞外液にナトリウムがたくさんあるとそのナトリウムを薄めよう薄めようってなって水分をたくさんね吸収しちゃうわけですね。ただカリウムとこのナトリウムがバランスを取ることによって相対的なナトリウム比を少なくすると細胞外水分量って減らすことができますので、より外に排出しやすいよっていうような、簡単に言うとそういうメカニズムです。ただ正直ですね、これぐらいのカリウム量であれば普通に食事してれば、先ほども言った通り全然取ることは簡単で、ブドウとかね、あとはダイエットしてる人だとアボカドよく取ると思いますが、 100g 取ると大体 700mg ぐらいのカリウムは摂取できます。バナナだったら1本取れば 360mg ぐらいのカリウムは取れるので、バナナ1本の3分の1ぐらいがこれに含まれているカリウムの量なんですよね。そしてね、個人的に注目している成分っていうのが、ウアウルシっていうものに含まれているアルブチンっていうね、ポリフェノールの一種の栄養素になります。でこのアルブチンっていうのは、もう当然、利尿作用を持っているものなんですけれども、カリウムとはね、違う経路で働きますと。そしてこのアルブチンは利尿作用を持っているだけじゃなくて、尿路をきれいにしてくれている、おしっこが出ていくところですよね。食事中の方は大変申し訳ないんですけれども、おしっこが出ていくこの管っていうのが、炎症反応を起こしちゃって、細くなっちゃうよっていうこともあるわけなんですよね。その中で、常にクリーンに保っておくためにはアルブチンの尿路消毒作用っていうのがかなり効いてきますよと。そしてこれはね、まだ研究段階で明確にそうですよっていう風に言い切れるところではないとは思うんですけれども、副腎から分泌されるホルモンの一つにアルドステロンというものがあります。このアルドステロンっていうのは、我々が水飲んだ時にね、最終的に尿素から尿になって外に出ていくわけじゃないですか。その時に尿細管っていう管に溜まっている水分とかナトリウムイオンっていうのを再吸収してしまうような働きがあるわけなんですね。このアルドステロンの働き活性っていうのをある程度抑えることによって、しっかりとこう尿意を催した時に外に適切な水分量、必要のないものって排出することができるっていう働きがあるんじゃないかっていう風に研究がされているところです。それだけではなくて、アルブチンっていうのは実はシミとかくすみの原因になるメラニン色素っていうものがありますよね。このメラニンの合成っていうのも抑えてくれるっていうので、別のね見方をすると美容的な面でもプラスな働きがあるんじゃないかって言われている栄養素の一つでもあるんですよね。なので女性の方でね、あまりシミだったりとかくすみだったりとか紫外線の影響を受けたくないよという方は、こういったところもプラスに働くことはあるのではないでしょうか。他にも西洋タンポポからのエキスっていうのが利尿作用でいうところの有名な成分ですけれども、ぜひねこれだけに関わるサプリ全般に結構言えることですが、妊娠中の方であったりとか、あとは授乳中の方っていうのはね、ぜひこういったサプリっていうのは摂取を控えていただくといいんじゃないかなというふうに思います。冒頭にもお話しした通り、こういうウォーターアウト系のサプリメントっていうのは、それをずっと取り続けてね、日常的にむくみとか水分量っていうのを外に排出しようっていうものよりは、やっぱり普段からね生活習慣っていうのを気をつけていって、適切な細胞内細胞外の水分量に調整した上で、必要に応じてこういうピンポイントにね使っていく分にはありなのかなっていうふうには思ってます。例えばカリウム単体で取っちゃったりだとか、カフェインを単体で取ったりして、それぞれの各栄養素の過剰摂取によって下痢とかめまいとか食欲不振が起こりそうだな、もしくはちょっとそれに近い症状が出ちゃってるという方は、ぜひ使用っていうのをその場で中断していただけるといいかなというふうには思いますが、今回いただいたご質問っていうのはあくまで一時的な水分量の低下ということだったので、まるっとねそれらを漏らしてバランスがいいんじゃないかと思うウォーターアウトを紹介させていただきました。詳しい中身だったりね、改めて見たいよという方は概要欄に記載しておこうと思いますので、そちらからチェックをお願いいたします。こういうマニアックな栄養素ないしはスタック系のものも含め、このチャンネルでは他の人があまりね詳しく解説しないような栄養学ロジックを含め、体に対する影響、働き、効果というところについてエビデンスベースで解説をしていくチャンネルになってます。面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。インスタグラム、ノート、ツイッター、サブチャンネル、そして僕が気合入れて運営をしている栄養の学校 NNC の方も運営中でございます。エンドロール概要欄からぜひチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。